続いて向かったのは茨城県つくば市。ここは2011年にモビリティロボット実験特区に認定された町で、公道でセグウェイなどを走らせることができます。今年4月からはそのセグウェイを使った観光ツアーがスタート。インストラクターの指導を受けた後、1時間ほどかけて市内を巡ります。参加するには普通免許か自動二輪の免許が必要で、1人6000円。そんな街で今行われているのが最新ロボットの